はい、今回はですね、2月14日の、バレンタインに、少年がですね、心臓発作で、亡くなったっていう、この真相不明なちょっと噂について、ちょっと考えていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。2月14日のね、バレンタイン、男の人女の人にとっては、1年間に何回かのイベントで、心が高まるのかもしれないですけど、ちょっと最後の方で話そうかと思いますけど、僕は結構子供の頃バレンタインとか苦手だったんですよ。あんまモテないからね。そんなような、ことのもうちょっと先に、起きた、事件、なのかなっていうようなことについてお話していきます。ただですね、この話っていうのは、ちょっと真相がわからないんですよ。もしかしたら、嘘の可能性もあるんで、嘘っていうか、疑惑の可能性があるんで、ちょっと内容を検証しながら、考えていきたいと思います。最初にお伝えしますが、信じるか信じないかはあなた次第ですということで、真相不明な、噂話です。で、ちょっと僕もね、いつも以上に暗い話をするかもしれないんで、許してくださいっていうようなことで、よろしくお願いいたします。本当かどうかわからないっていう、ことがついてしまうんですが、2月14日のバレンタインにですね、とある少年が部屋で亡くなっていたっていうことなんですよ。で、その亡くなった、原因となったのは、心臓発作だったっていう、そういう話にね、ついてお話していきますね。2月14日のバレンタインにアメリカのポートランドでですね、少年が亡くなったっていうことなんですが、亡くなった理由がですね、心臓発作が、原因で亡くなったっていうことなんですよ。で、ちょっとこれはね、あんま言葉が悪いんであれですけど、男性が自分で、そのマル的なことを処理する、行為、これをですね、ちょっと定義して、072と言いますが、072のやりすぎで、亡くなったんじゃないかっていうことなんですよ。で、しかも、56回もしていたっていうことが言われてるんですが、この亡くなった少年はですね、当然少年なんで家族と一緒に暮らしていたんですが、この亡くなった日に、お母さんがですね、少年のことを呼んだけど、少年がご飯を食べに来なかったからおかしいなと思って部屋に行ったら、なんと少年がですね、部屋で亡くなっていたっていうことなんですよね。で、この、亡くなった少年はですね、この2月14日のバレンタイン以外の 日には、お腹が減るんでしょうね、子供だから。だからよくご飯とかをつまみ食いとかしに来てたんですが、この2月14日のバレンタインの日だけはですね、全くつまみ食いもせず、ずっと部屋にいたと。で、お母さんがね、警察に連絡して、警察が部屋を見に行ったところ、なんと、この少年のですね、息子がね、切られていたっていうようなことですね。リスナーさんは大人なんで分かると思いますけど、僕も一応大人なんで、話の、主語っていうのは、主語っていうか趣旨は分かると思うんですが、子供ですが、その局部の部分が、息子は切れていたっていうことなんですよ。ちょっとまずこの局部の部分が切れていたっていうこともちょっと疑問ですよね。で、この事件っていうのは、なんでこういったような話が、嘘とか疑惑が出るのかっていうとね、その56回も、ことを072をしてたっていうのが、おかしいんじゃないかっていうことが疑惑に出るとか、あと、後で、話を作ったとか、捏造した疑惑が出るんですが、そういうことが正確にわかるのがおかしいし、部屋にそういうティッシュがあったから、回数がわかったっていうこともあるんですが、ちょっと嘘の可能性もあるんですが、ちょっとですね、嘘か本当か真偽かっていうのは分かりませんが、ちょっとこの事件について考えるところがありまして、そういう自丸行為の、やりすぎっていうのは心臓に負担がかかるっていうことが、言われてるんですよ。医者の、情報でもね、心臓とか脳とかに疾患があると、そういうことをすると、072をするとね、興奮しすぎて、亡くなってしまうっていう可能性が十分にあるっていうことで、ちょっとね、僕が一番っていうか、真面目な話なんですけど、思うところがあってね、この2月14日のバレンタインの日に、この少年っていうのはね、亡くなってるんですが、チョコレートが、もらえなかったっていうことで、寂しさ余って、寂しいからそういうようなことをしていたと、072をしていた、っていうようなことのが言われているんですよ。だからこれっていうのは本当、思うところが僕結構あるんですけど、このバレンタインっていうイベントのね、
光と多分あの闇なんじゃないかなとかって思います。まあリスナー様がね、まあこんな暗い話をして、まあね、明るい日にすいませんっていうことなんですが、物事っていうのは常に表と裏があるんで、やはりあの2月14日のバレンタインでね、まあそのまあなんていうのかな、あの子供の頃にチョコレートを、まあもらう、まあ男の子、チョコレートをあげる女の子、まああの輝くかもしれないですが、その裏にはね、チョコレートを例えばもらえない男の子、あとわかんない、チョコレートをあげられない女の子っていうのが多分いると思うんですよ。で、僕はあの子供の頃チョコレートをもらえない側だったんでね、もう今はもう大人になったんで、まあそういったことが なくなったんですけど、まあ リスナー様はいつも聞いていただいてるんで、まあこういった話はまあ好きなのか、まあ嫌いなのかちょっとわかんないんで申し訳ないんですが、あのまあ、そういう人あのいらっしゃるかなとかって思うと、僕はあの結構ね、まあ、暗い話で申し訳ないんですが、子供の頃はあんまあの2月8日のバレンタインとかあの結構好きじゃなかったんで、なんかこう他の人がチョコレートとかをもらうんですが、なんか僕はもらえないみたいな、そういう感じでね、でなんかこう なんて言っていいのか分かんないんですけど、なんかその2月8日のバレンタインにチョコレートもらえない、なんか自分は、こうなんか後ろめたさを感じて、まあ、生きていたっていう、そういうなんかすごく苦い思い出を あるんですよね。まあ大人になればね、まあまあなんでしょう、まあまあある程度高校生ぐらいからあのそういうのがね、まあ義理チョコとかっていうのもあるし、まあ社交辞令っていうのもあるんですけど、結構厳しいなとかきついなとかって思うのはやっぱ小学生ぐらいの時ですよね。小学生とかになると、まあ幼稚園はちょっと微妙だけど、小学生ぐらいの時とかってそう義理とかも多分ないじゃないですか、義理チョコとか。まあ今ちょっとあんのかわからないんですけど、まあね、そういうようなことでやっぱりね、なんかなんてうまく言えないんですいませんってことなんですが、イベントに、まあ当たって、イベントの光ですよね。だからバレンタインというイベントの光は、まあ女の子が男の子に、まあ、チョコレートをあげて、まあなんかまあ仲良くするみたいな、わかんないですけど、でまあホワイトデーにお返しをするみたいな、まあそういう、まあ、図式があるのかもしれないですが、まあ、その裏側で、まあ、例えばそのチョコレートがもらえないから、まあ学校でちょっとね、あの気まずい思いするなって、僕そういうの結構気まずい思いしてた派だったんでね、うん、なんか結構あのまあまあこんなこと言って暗いんですいませんってことですけど、結構嫌でしたけどね。もう今はもう大人なんで、あのまあその義理だろうがなんだろうが、まあまあまあ社交辞令っていうことだとは思うんですけれども、なんかね、子供の頃ってなんかそういうのあるよなって。なんか今回のこの話っていうのは、あの別にまあその少年がね、まあ心臓発作で亡くなったっていう、そういう話もあるんですが、やっぱりこうまあうまく言えないんで申し訳ないんですが、そのバレンタインとかっていうイベントでもそうですが、表とまあ裏があって、光と闇があると、であの闇の側にあの回った人が、まあ、あのまあこういうことになってしまったのかなっていう考えさせられる、まあ内容をちょっと調べていて思ったんで、まあちょうどね、あの2月14日っていうことであるので、まあこういう話をね、あのすいません暗くてっていうことで、ちょっとあの取り上げてみました。でまああの、まあ、結構 またもうちょっと真面目な話が続くんですが、日本でもですね、まあ、これに告知した、まあ、類似した事件というのが起こっていて、まあ、日本でもね、まあ、高校生がその、まあ、072のやりすぎで亡くなったっていう事件も あるんですよ。そういうようなね、まあ、あのことをするときっていうのは、あの、まあ、脳が興奮して心肺停止になったりとかね、まあ、するって言って、調べてて思ったんですけど、テクノブレイクとかって言うかもしれないですけど、そういうようななんか、言葉ではなく、結構これっていうのは深刻な問題なのかと思いますね。人間だから、あの、そういう興奮状態に陥って、そこからの心肺停止っていうようなことで、本当にあの、生き死にに関わるような、そういうあの深刻な話なんじゃないかなとかっていうのを思いました。うん。だからその、まあ、072からね、まあ、心臓の高血圧っていうことからなくなってしまうっていうようなことね、うん。結構ね、まあ、あの、こんな話真面目にすんなよっていう話ですいませんっていうことなんですけど、まあ、こういうことを思ってらっしゃる方、いらっしゃるんじゃないかなとかって思っててね、だからその、多分ですけど、なんて言うんですかね、あの結構ね、その2月14日のバレンタインというイベントとかだと、やっぱ男の人と女の人がこう、男の子女の子はね、こうキラ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 輝くみたいなね、まあそういうような話かもしれないんですけれども、なんか裏ではね、ちょっとそういう、あの、なんていうのかな、あの、まあこういう見えない、ものをね、なんかちょっと思うかなとかってね、思いましたね。うん、まあ
あの暗い話をしてすいませんでしたっていうことでね。であのリスナーさんはこういう話、まあお好きかどうかわからないんですけど、僕はね、あまあ仕事場でもちろんその女の人に全然モテないんで、まあその交流もあんましないんですけど、あのまあチョコレートとかギリでもらうことは あるんですけど、あの結構まあなんて言っていいのかわかんないですけど、まあ一流なのかわかんないですけど、ね、ギリチョコでなんかありますよね、ゴディバとかって有名なチョコレート、そういうのをもらうとね、まあ結構ちゃんとお返ししないとなとかって思って、でまあお返しの額が結構あの高くつくなみたいなことで、まあ、大人になっても結局なんか悩むんじゃねえかっていうような話なんで、だから僕はあのまあリスナー様がちょっとすごく好きだったら申し訳ないんですが、僕はこうちょっとバレンタインとかっていうあのイベントがね結構に苦手だったんですよ。そして今も苦手みたいな感じなんで、まああのすいませんっていうことで、うん、まああの多分ですけどこんな話をしてる人が少ないと思うんですよ。であのまあ言っていいのか分かんないんですけど、あの絶対そのなんていうのかな、あの闇っていうかそっち側の方に側に回ってる人ももしかしたら多いのかもしれないんじゃないかなとかっていうのも思います。でなんかまあ僕はね、あのまあリスナー様にいつも聞いていただいてね、ものすごく感謝してるんで、あの本音で言いますけど、なんかこういう話って結構恥ずかしいみたいなね、そういう話とかからなんかそのさっきのテクノブレイクとかじゃないけど、そう言ってなんか茶化しみたいなような話かもしれないんですけど、これっていうのは多分まあ人間の心理がまあ隠れてる、まあそういうようなまああの考える内容かなと思ったんで、まあリスナー様がまあ何かしらね、あの思っていただければと思います。まあね、まあモテねえじゃねえかよっていうような話で言えば、まあ一言で多分まあ終わる話なのかもしれないんですけれども、やっぱりあのまあね、どこまで行ってもまあそういうイベントにも人間があのするんでね、まあ、人間は、まあ、何を思うのかっていう、まあ、ちょっと、まあ、何かしら考えていただけるような、まあものであったらいいなと思って、まあ、ちょっとお話してみました。はい、あのあのイベント日にね、あの失礼な話をしてすいませんでしたということで、まあ、ちょっと僕なりの、まあ、感想ということで、まあ、今回は終わらせていただきたいと思います。皆様いつも聞いていただいて本当ありがとうございます。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。